日本の国民負担率がもうだいたい50%ぐらいなんですよ。日本の構造はもう変わらないんじゃないかな、積んでるんじゃないかなと思います。段階の世代が本当に死滅する頃には、支える若者たちっていうのはもっと少ないんですよ。 えっと、昨今の AI の有用性、将来性から人が負債になるという構図が、オ、えーディエー頼みなアフリカ諸国とかぶっています。このまま IT が発展して,展していくと、人口そのものが負債となる可能性があると思うんですが、この点についてご意見いただけたらと思います。え、もうなってますよ。えっ、ー、と、日本の国民負担率がもうだいたい50%ぐらいなんですよ。では、国民負担率は何ぞやっていうので、その、本来だったら、この人が、じゃあ、あの50万円稼ぎましたっていうので、 であのアメリカとか他の国だと、まあ、税金とかででもまあ10%くらい取られて40万円手元に戻るよねとでその40万円でじゃあ自分でその学校の代金払いますとかデートをしますとか,そのなんか会社を作りますとか何か面白いもの買いますっていう自分自身のために使えるんですよでも日本の場合って50万円稼ぐと25万円分国に持ってかれるんですよその消費税だったり所得税だったり社会保険料だったりで社会保険料を払った金額と同じ分だけ会社も払ってるんですよ なので、あの、俺、1万5千円しか社会保険料払ってないよっていう人って、本当は3万円払ってるんですよ。要は、その人を雇うために会社が倍の、その同じ値段を払ってるので、その人の雇用のためにかかるコストとしては、実はかかってるんですよ。なので、その社会保険料とか所得税とか消費税とか、まあ、いろんな税金入れると、実は日本、その年金とか入れると、実は日本の働いてる人って、5割が持ってかれてるよねと。 なので、50万稼いだとしても、その25万円の中で生活して、投資して、じゃあ、あの、なんか大学行ってきますとか、じゃあその資格取りますとかっていうのを費用が払わなきゃいけないのがあって、その、労働している人たちが自分のためだったり、その発展するためだったり、研究開発だったりっていうのに使える額が他の国より低いんですよ。 で、デンマークみたいな、あの、まあ、あの50、50%取られるんだけど、あの、失業しても全然食いっぱくれませんとか、まあ、失業するんだったら、その、あの、学校もタダです、みたいな。っていうので、その、いくら失業しても、その、社会があなたの生活の、その、あの、最低限は全て保障しますよっていう国であれば、5割取られても別にいいんじゃねってなるんですけど、日本の場合って5割取られてるんですけど、あの、失業したら、あの、失業保険が6ヶ月で終わりね、あとは何とかして、みたいな。 で、それでダメだったら生活保護すればいいんじゃねみたいな。割とその切り離しが強いんですよね。でも、そので、人が負債になるっていうのを言うと、その日本の労働者はもうすでにあの5割ぐらい取られちゃってるので、それは他の国に比べると、まあそれを負債と呼ぶのか、重荷と呼ぶのか、まあ呼び方は違いますけど、まあそういう形ではもうすでに始まってるんじゃないかなと思うんですけど。 えー、総慶卒26歳年収700万の外資系 IT エンジニアです日本でのキャリアに不安はなくそれなりに満足しているんですがいつか日本の財政が傾いて税金が増えたりしたら嫌だなと思いますオンラインでコンピューターサイエンスの趣旨を取るなど今後海外に移住できるよう準備を進めた方がいいんでしょうかえっとその国民負担率と呼ばれるそのあの日本の税金とそれに対するあの,払その国民がその払、えー、と収入の中で払った金額でいくと46%ぐらい日本がいるらしいので で、その46%なんですけど、その高齢者の方って働いてないじゃないですか。なので、働いてる人たちが実際に払ってる額でいくと、もうちょっと高くなると思うんですよね。なので、日本はだんだんきつくなると思うので、そんで、もしその、今すぐ辞めたい、今すぐどっか行きたいって言った時に、行くための準備だと結構時間かかっちゃうので、今のうちから海外で暮らせるスキルは手に入れとった方、入れといた方が精神的にも、 要はあのまあ何かあったら海外行けばいいやっていう保険が得られるのでなんかスキルとしては手に入れておいた方がいいんじゃないかなと思います、えー、岸田総理が退職金にも税金を課すとにおわせています2025年まであと2年で段階の世代が後期高齢者になります寿命的に20年もたてばいなくなります日本人は少子化で言ってますが一人にかけるお金が大きく良いものがそれなりの価値で売れ経済もあると思いますが浅はかでしょうか え選挙は多数決なので、段階の世代がなくなれば、日本の景気は良くなりますでしょうかいいええー。頭悪い質問申し訳ございません。ちなみに、ヒゲさんはひろゆきさんより長く生きて、みとりにやにやしたいらしいです。まあ、憎まれっ子世にはばかるから、ヒゲさん長生きしちゃうんじゃないですかね。えっと、退職金に税金を科すは、僕は結構賛成ですね。あの、要するに、その、えっ、ー、と、今、高齢者の方が得をするような仕組みが多いんですよ。例えば、その、年金とかも、今年金をもらってる人。 わ若いうちにも払ってたんだと。なので、あの、若いうち払ってたのを今もらってるだけなんだ、みたいな言い方をするんですけど、あの、今年金もらってる人の、あの、現役世代に払った額と、もらってる額は、もらってる額の方が圧倒的に多いんですよ。まあ、あの、もらったその日に死ぬとか別ね。あの、平均10まできた場合は。なので、あの、年金払った額以上にもらえる世代なんですよ。今もらってる人たちは。で、えっ、ー、と、50、 歳ぐらいからあの払った額ほどもらえないんじゃないかと言われてるんですよねなので今60代の人も平均寿命まで来ると払った額よりも多くもらえるんですよなのでその実は 年取ってる人の方が得をする制度になってるんですよ。で、退職金という制度なんですけど、要はあの、働き続けて20代で働いて65歳も働きました。45歳いました。で、退職金。で、退職金に関しては税金がかかりませんという制度なんですけど、あの、残念ながら、もう僕、その若い人の世代で45年間同じ会社で働くとか、まずないんですよ。 あの、ごくたまーにあるかもしれないですよ。あの、NTT みたいな大企業とか。もう基本的にはほぼほぼないんですよ。例えばその、あの、皆さんご存知大企業、シャープとか、東芝とかも、多分、あの、45年間働く人はレアケースなんですよ。 なので、その退職金がもらえるっていう人たちは、もうその昭和の時代から働いてる、割とその得できる人たちのもらえるボーナスなので、そこに課税することによって若い人たちの負担を減らすというのは僕はありなんじゃないかなと思います。 で、残念ながら、その、あの、平均寿命が伸び続けてるというのもあり、段階の世代が、その、多少減ったとしても、結果として、高齢者の方が多い。で、その、少子化の問題があって、働いてる若い人たちが少ないっていう構想自体変わんないんですよ。で、上の方のその段階の世代が行くと、あの、多少は支えるべき人数は減るんですけど、ただ、段階の世代が本当に死滅する頃には、支える若者たちっていうのはもっと少ないんですよ。 だから今年は70去年があの少子化で70万台で、今年近は80万人台で今年70万人とかなのであの子供めちゃくちゃ減ってるんですよね。なので20年後の20歳っていうのはもう100万人いないよねって確定してるんですよ。まあ,あのその意味めちゃくちゃ入れるとかっていうのが一応可能性としてありますけど、去年70万人か。 っていう感じなので、残念なんなら日本の構造はもう変わらないんじゃないかな、積んでるんじゃないかなと思います。 えー、Z 世代の5割が結婚したくない調査もあるので、そもそも育児環境を充実させる政策は完全にまた外れで,ですね。社会の持続性には出生率2以上が必要なので、税金と同じように健康なら努力義務くらいにするか、こなしで導入して反響制くらいにした方がもうごちゃごちゃより強りくないですか、えー。我々も結局親が無理やり見合い結婚してくれなかったら存在できてないので、子供は作るべきものという捉え方にした方がよくないですかね。炎上は最初だけで措置られる気がします。 Z 世代の方たちって結構あの現実的に物事を見えたりするので、で、その子供が欲しくない、結婚したくないと言ってるのって、今の現実の問題を含めて言ってるんですよね。だその今のあの大学生って、あの、えっと今の世代って半分の人が大学に行くんですよ。で、大学に行ってる人の8割が確か奨学金もらってるんですよね。 で、その奨学金もらってるって言い方をしたんですけど、厳密に言うと、返さなくていい奨学金ではなく、教育ローンなんですよ。なので、8割の人が教育ローンで、200万とか300万とかの借金を負った状態で、社会人スタートなんですよ。なので、結婚すると、世帯あたり400万とか600万とかの借金なんですよ。で、で、ただその手取りが10何万円とかで、 で、暮らさなきゃいけないよね。借金返さなきゃいけないよねっていう状態で、子供が生まれて月に5万円出費がありますと。で、その後も、じゃあなんか学校入れて塾行ってってなると、それ厳しいよねっていう現実があるので、結婚したくないという表現になるんですよ。でもそれは借金なかったらどうですか子育てにお金がかからなかったらどうですかっていう時に、子供欲しいか欲しくないかまた別の話になるんですよ。 要は、今の生活の状態で子供欲しいですかって言ったら、いやいや、ブリブリブリ、だから結婚とかしたくないっす、みたいな。で、せっかく大学も卒業して、ようやく一人で稼いでお金が使えるようになった状態なので、そのお金も、とりあえず、そのなんか好きな服を買うとか、なんか好きなエンタメを見るとか、ライブに行くとか、その自分で稼いだお金で自分の好きなことをしたいっていうのは、5年ぐらいやりたいんですよ。だって今までお金がない状態でずっと勉強してきて、ようやくお金がいたんだからやりたいじゃないですか。 そしたらそれは結婚はやっぱり20代後半からだよねってなっちゃうんですよ。だから22歳で働いて、じゃあ5年ぐらいだと27歳、8歳じゃないですか。でも27歳、8歳だとまだ借金もあるから、じゃあやっぱ本当に結婚して子供を育てるってなったら、やっぱり借金解消ある30代とかになるよね。で、30代になると高齢出産だよねっていう、その構造の問題があるので、 なのでその今の Z 世代が結婚したくないと言ってるんだから本当にあいつらは結婚したくないんだ、子供欲しくないんだって決めつけてしまうのは僕はその 20歳の人たちに借金を負わせてしまうという社会のシステムを作った大人側の問題で、まあ22歳の大人ですけど、ただまあ僕も増えた40代、50代、60代、70代、80代の大人が、その20代が卒業した時点で300万とかの借金を負わせるっていう社会の仕組みを作ってしまったが上の彼らのその結婚したくない子供が欲しくないというリアクションなので、なんかそれを文字通り受け取るのは違うんじゃないかなと思います。 えー、大手企業勤務35歳です。第2章を悩んでます。春に第1章出産するんですが、二人目を作るのは年齢的に九十年にゃかなとかなります。でもまた産育休に入って復職が2年後となると会社に居場所がなくなりそうでもんです。せっかく工程に入れた仕事も好きなので、まだまだやりたいです。また最近日本では異次元の少子化対策と称していろいろ検討改善する動きがあります。子育てしやすいようなに変わると思いますかえっと、あなたが頑張れば変わります。要は、育休産休をした後に復職してください。で、 あの、復職を断るのは違法なので、大手企業は断ることはできません。で、復職したことによって、不利な、そ,その、えっ、ー、と、条件で復職させるというのをやるのも違法です。なので、そのトウモロコシさんみたいな人がちゃんと復職して、何の問題もないよねっていう実績を積み重ねることによって、若い人たちとかも、あ、普通に戻れるんだっていう形で、その、子供を産んで戻るのが普通な社会というのが、その会社の中で生成されるんですよね。で、 なんか、えっ、ー、とね、伊藤忠がね、なんか、異常に出生率高いらしいんですよね。要はその、あの、まあ、日本で出生率低いよねっていうのがあるんですけど、会社ごとに出生率って違ってて、で、あの商社って他の会社出生率そんな高くないんですけど、なんかね、伊藤忠だけ出生率2超えてるらしいんですよね。なので、割とその、あのまあ、子供を産みやすいだったり、子供を産んだ時も支援があるとかっていう、そういういろんなその、会社内の政策がうまくいってるってことなんじゃないかな。伊藤忠商事っていう商社があります。 今日の動画はここままで。まとめると、める日本はもう積んでいるので海外移住できる準備を進めた方がいいということです。かけてもいいですけどチャンネル登録した方がいいです。